はい。じゃあよろしくお願いします。え今回は小学校3年生の算数、何倍かなについてやっていきましょう。で、問題4問ありますので、あの、この子ちょっと無視してください。<laughs> 後で言うんだけど、これね、お父さんお母さんとかにちょっと説明したいものだけなんで、みんなはここ無視して4問やってもらえたらと思うんですが、まあ、できそうな子はね、ぜひ動画止めてやってみてください。では、早速ね、1番から始めていきましょう。 で、前回、倍について勉強ね、していったんだけど、また同じようにやっていきます。で、前回やったように、慣れるまでは、倍する前と、倍した後、そして途中には、ほにゃらら倍してるよね、っていうのを、まあ、ノートに書いてもいいし、頭の中で考えてもいいんですが、これを意識してください。倍する前と倍する後ね。これがすごく大事。で、今回は、赤チーム80点。 白チームが20点でした。赤チームの点数は白チームの点数の何倍ですかっていう。で、前回はここが分かんなかったんだよね。で、あの時にも言ったんだけど、この言葉がすごく大事。ホニャララのホニャララ倍と。また青でふわふわつけようかな。これがいい目印になります。倍の問題はね。これを探すの。 で、今回で言うと、白チームの、えー、四角倍、こっちか。まあ、倍ね。白チームのホニャララ倍と書いてあります。で、白チーム20点だよね。つまり、20点のホニャララ倍。だから、こっちにホニャララのが来るから、白チームのホニャララ倍。ここがわからない。ハテナにしとこうか。 じゃ、それが赤チームなんです。つまり、赤チームの点数は白チームのほにゃらら倍だから、白チームをほにゃらら倍すると赤チームになりますと。で、赤チーム今80点だもんね。だからこうなってます。前回ここがはてなだったんだけどね。で、こうなったら、いいこうなったら、倍した後から倍する前の割り算になります。 ちょっと上に書くよ <laughs> いいこっちからこっちを割るのつまり80割る20ちょっとこれ矢印書いてくん、ね、ここね式入ってるよね OK じゃあこれ暗算すると4になるので答え右書けるかなちょっと狭いけど答えは4倍とあ入ってない <laughs> ちょっと待ってね これ答えの方に書いちゃうかごめんスペースがないからここに書かせてもらいます。なので答えは4倍になると。でこれねなんかいっぱい説明したけどだってもうこの数字出てきてて何倍って引,、まあ、何倍って引かれたら割り算使うのは正解なのだからえ大きな方の数字からさちっちゃい方数字引割ればいいんでしょって考える子もいます。 で実際、3年生の勉強とかだったら、それでいけるのよ。いける。正直言うとね。だから、80と20があるあ、80割る20でいけんじゃん。で、いけるんだけど、みんながもっとお兄さんお姉さんになっていくと、ここに入る数字が、どっちが大きいかとかわからなくなる。そういった問題も出てくるんです。だから、必ず自分の中で、何を何倍すると、何になったのかっていう、この3箇所の、 を頭の中でちゃんと意識をして倍した後から倍する前を割り算するとほにゃらら倍が出るんだっていい後から前だよこれをしっかり覚えておきましょういいかなでその2番行くと青い箱は30個赤が10個黒が60個ありますで黒い箱の数は赤い箱の数黒は赤 の何倍と。ね、こう聞かれてると。ね。だからさっき言ったホニゃララのホニャララ倍はここです。赤の何倍ですかって言われてるから倍する前は赤です。赤ね。で、10個だね。10のホニゃララ倍したものが倍した後だから黒い箱だね。黒い箱はって言ってるからこっちは黒が来ます。じゃあ黒60だね。こうだね。 だからこの問題、まあ俺が作ったんだけど、青関係ないのよ。ここ話出てこないから。ただこれ使いません。今回の問題に関してはね。いいつまり、えー、黒い箱。黒い箱は赤い箱の何倍ですかって、まあ、これが出来上がりましたで。さっき言ったみたいに何倍って聞かれたら割り算を使います。ただ、えー、倍した後から倍する前を割る必要があるので60、60割る10をしましょうと。 ちょっとギリギリなっちゃったなちょっと下げるでごめん。でこれ下行きますね 60÷10 をすると6なので答えは6倍と。これで OK です。いいかな多分みんなの学校の教科書とか計算ドリル、まあ、ワーク系にも3つ。 数字が出てきてるんだけど、実際使うのは2つだけって問題もあるはずです。だからその時は、ちゃんと問題を読んで、どの数字使うのかなっていうのをきっちり見極めて解いていきましょう。で、3番、4番あるんですが、これね、ちょっとこの一行何かっていうと、もしこれを保護者の方がもしご覧いただいたら、あの、お家でやるときに、このゲームすると割と、あの、やりやすいので、ぜひおすすめっていうので書きました。っていうのも、今2問問題書いたんですよね。 で、これを二つとも、ちゃんと一発でできたら、正解できたら、好きな方の答えのお金をお小遣いでプレゼントするよっていうのを、これ、熟考講師の時も、あの、親御さんによく話していて、これおすすめです。ただ、めちゃくちゃ高いお小遣いになっちゃうと、あれなので、うまく設定する必要はありますし、まあ、お家のね、方針でお小遣いをあげませんって方は、もちろんやらなくても結構なんですが、まあ、子供たち喜ぶし、喜んで、こうね、前向きにやってくれますので、よかったら、やってみてください。 で、戻すとですね、まあ、3番4番あるんです。こっちは6倍すると30円になるのは何円でしょうこっちは30円の6倍は何円でしょうって問題です。で、こっち,ちっと鬼マークついてるから4番から先に行きましょう。これ4番はね、みんなできてほしいんだ。なんでかっていうと、1個前の動画で勉強したやつがもろに使えるんだよね。だって30円の ほにゃらら倍と。ちょっと丸と四角の場所バラバラになっちゃったけど。これはマークがねある。もう30円の6倍と書いてあるから、もしこれを書くんだったら、30円の6倍が何円って一番わかりやすい形なんだよね、これね。このパターン。で、これはどうするんだっけって言われたら、30円を6倍は掛け算だったもんね。 だから 30×6 をすればいいので、ちょっと暗算しちゃうけど、こっちは180円って、すぐわかるはず。<laughs> こうやってやればいいよね。ただ3番なんよ。3番。これはちょっとややこしくって、6倍すると30円になる。この言葉がないんだよね。ホニャララのホニャララ倍がないんですよ。じゃあ、書いていくんだけど、まあ、書くものは一緒です。こうやってね。 で、6倍って書いてあるから、ここを6倍してるのは決定してるんだよね。じゃあ、いた、ごめんなさい。<laughs> じゃあ、この30円が、倍した後なのか、倍する前なのかが大事なわけ。でも、なんとかの6倍って言ってない。しかも、6倍した後、すると、30円になるって言ってるから、こっちが30円なんだよね。今。つまり、初めてここがわからないパターンが出てきました。 今まではここが分からないか、倍のここが分からないかだけだったんだけど、違うんです。ここが分からない時もあるんです。こうやって。で、これはどうやってやるかっていうと、ここの倍した後の数字から倍を割ってください。これも割り算使います。つまり30は6です。こうやって。で、これ暗算すると5となるので、ハテナのところは5円でしたと。 いいかなこういう風にやってください。つまり、もしね、このルール、このプレゼントっていうのが OK にもらえてたら、今みんなはどっち選ぶ ?180 円と5円。きっとこっちだよね。180円のお小遣いをゲットできた方もいるかもしれません。<laughs> みんなごめんね。もらえてなかったらごめんなんだけど。でも、こんな感じで、何倍の関する問題っていうのは、倍する前、そして何倍したのかなっていうのと、倍した後、この3箇所です。使う数字は。 で、どこがわからないのかなっていう感じで、掛け算を使ったり割り算を使ったりする。でも、3パターンしかないから、自分でどこがわかんないのかなって、結構文章長いとさ、めんどくさいなってなると思うんだけど、どの数字が当てはまるのかなってしっかりこれを考えれば、ちゃんとミスすることなくみんながテストでね、自分の力で解くことができるので、ぜひこんな感じで勉強してみてください。 はい。ということで、今回はね、何倍かなの勉強させていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またね、バイバイ、お疲れ様でした。しゃ